事件の捜査資料が手に入った。お、来た来た。 A4 の切ったれファイル。事件の流れ、鑑識の結果、うん、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリー。なるほど、こういうの手に入るとでかいな。どれどれ、うん、その前に、うん、お前ら役割はわきまえておけよ、うん、特に八神。え、俺何すんの。そっちの仕事はあくまで情報集めだ、うん、頭使って調査の方針決めるのは俺。え、わかるな。いや、足引っ張りそう。弁護人はあんただ。めんどくさそう。では見ろ、あのゴリラの顔見てもよ。なんだこいつ、顔してるよ。新谷先生煽ってる。それでいい。気づいてね、本物のバカ。現場の資料だ。煽られてるの気づいてね。それでいい。12月4日ちょっと待って、みんなすごくいいタイミングだけど、ここで秘宝、暴行が限界。すっきりしたぜ。 SDC ぐらいすっきりしました。すっきりって言っちゃった。いきまーす。あ、まだダメだダメ。あー、ヘッドホンつけなきゃ。早朝6時過ぎ、うん、そうだな。急行した警官が、うん、アムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。もうより怪しいじゃん。クイックサーチモードについて。クイックサーチモードは証拠品などのものを調べる際に使用する機能です。あの証拠品をゆっくり見られると。怪しいな。どう見ても死因はここだろ。目ん玉。被害者は関西教令会の組員、久米敏郎。久米敏郎、下っ端で特に肩書きもない。敏郎、遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。怖いわ。死眼食らってる。アイスピック状の凶器が脳にまで達したと見られ。いや、もしかしたらそれ CP9 の可能性もあるぞ。死眼ってあるから。全くだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。目つぶしだね、安倍氏。途中の登場会から教令会への見せしめと考えるのが自然だ。まあそうだよな、世論はな。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の。いや、それが犯人の狙いだって。いつやったら気づくんだ。できればバカ野郎が。羽村の無実が証明。それがやったら狙いなんだよ。犯人探し。たく、俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱり、アリバイの証明だろうな。そうだな、うん、確かにアリバイの証明大事だな。羽村は無罪だ。どこだ。何か違和感があれだ。ここが殺人ゲームなのか。殺人ゲームなら必ずある血痕がない。確かに血痕がない。ここに、ここだ。最も怪しい。こいつはそもそも男なのか女なのか、それによって状況は変わってくる。なぜなら羽村はホモだから女には手を出さねえ。冷静になろう、落ち着こう。必死だな、必死、必死すぎてワロタって言われちゃう。あれ、これもう終わりかな。どう、ん、ここ見たでしょ。あ、もう一回喋れるのか。死因は眼球から脳に達する傷。怖いわ。凶器はアイスピック状の刃物か。怖いわ、えぐ。千本みたいな。ったのはハックかな。やったのは、それとも霧隠れの里のものかな。あ、違った。別のとこ調べなきゃいけないんだ。どこだろう。ここはさ、血痕がない。血痕がないってどこで見たらわかるんだろう。ここ、ここ。あ、間違えた。間違えた。間違えた。もういいわ。どう、あとどこある。靴綺麗じゃね。どうでもいいか。これは。これは。怪しい。あ、あった。これだ。死体発見現場の地面には、ほとんど血痕がなかった。まあ、目からだからな。このことから、実際の殺害現場は別の場所と考えられる。そうだよね。アムールの店内がその第一候補だ。ほう。お、間違った。死体が捨てた時間なら、何か時間を割り出すヒントになるもの。これだろ。このゴミ。このゴミが捨てられていないということは、この時間帯は、すなわち、ゴミが捨てられる前。異常はなかった。つまり、
この死体が捨てられたのは、うん、午前2時から発見された6時までの間ってことになる。うん、どういうこと待って、自分でいろいろ言っといて何も分かってねえ俺被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。パクられたんだ。スマホは壊されたんだろう。うん、GPS の位置情報も拾えなかったらしい。うむうむ、なるほど。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に、うん、最低限の隠蔽はしている。はい、はい、確かにね。調査終了とのことです。皆さん、とのことです。アムールに行った時、うん、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？ゴミ捨て場、もう事件の痕跡はねえだろうが、うん、裏口出てすぐのところらしい。ほう、まあそれはともかく、なんだ、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。結構いい男してんじゃん。嫌な言い方するな。なんか本当出会い系アプリにありそう。検察の見立てはどうなってる？うん、この事件のストーリーは。この頬の傷が気になるね。まず事件の背景として関西の協力会と東条会との構想がある。うむ。これまでにも協力会の極道が2人目をえぐられてきた。おう、せやな。今回の件も含めた3件は、うん、協力会と敵対する東条会の犯行である可能性が高い。だからそれが、ここまではいいな。あの犯人の思うつもなんだっての。いいよ、続けてくれ。バカ野郎、バカ、気づけ。ここから先は、うん、検察が主張する事件当日の流れ。ここに気なくせえ場所があると、それを嗅ぎ分ける、それが僕令和チャンネルの仕事さ。12月3日夜9時過ぎ、ちょ、BGM 変わらんな。神野町のクラブ、テテ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 テアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。めちゃめちゃ蹴ってくる。あんまりそうでもないらしい、ね、夜10時、うん、羽村は自分と久米を残して全員を店から返した、うん、わー、グラフィック綺麗だな。アムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。そうだね、うん、間違いない。これはしてしょうがない。検察が言うには、どうしたってんだい。ま、羽村は二人きりになった後、うん、久米にさらなる暴行を加え続けた。うわ、えげつな。そして午前2時から3時ごろ、うわ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。恐ろしい。うわ、遺体から眼球を抜き取った。恐ろしい、鬼の顔してら。死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。まあ、面倒くりの時も警察の取り調べに対し、見せしめか。羽村は、うん、午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張、うん、しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、うん、検察は信憑性に欠けるとしている。なるほど。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。なるほどね。羽村は事件から1週間後に逮捕された。まあもうすでに皆さん気づいてますか？一個矛盾があること。気づいてますか？そう。この、久米という男、最初はサングラスをつけてなかったんですよ！被害者の血液、皆さん！そう！このサングラスが全ての事件の鍵を握る！そうなんです！誰しもがね、あのアイスピックでやられてると思ったでしょ？違う！あれは実はあのサングラスの内側から針が飛び出してくるのよ。で、それをどうやって飛び出してくるかっていうと、Eカードで一回勝って負けたりしたら、針がだんだん出てきて、で、ちょうど自分の持ち点がゼロになったらもう眼球がぶっ刺すっていう、そういう仕組みになってるんですよ。確かに検察の考えはそんなところだろうな。全部わかった。ただ、あんたはどう考えてる、うん、実際羽村が久米をやったと思うか、新谷先生。どうなんだい、聞かせてくれよ。羽村はムカつく野郎だが、うん、俺が思うに今回は無実だ。お、切れてんじゃん、割と。ああいう小ずるいヤクザが、うん、死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろ。間違いねえ、しかもサウナ好きだし、あいつ悪いやついねえよ。多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。お、大月、さすがは新谷先生、うん、性格はあれだが、
弁護士としては超優秀だな。あ、またおたてちゃって。俺と星野だけ。俺と星野だけだった。なんだよ。どうかしたか。そらちゃうなみたいな顔しとんな。もし羽村が無実なら、うん、真犯人は別にいるってことだよな。そうだな。あ？怪しい。事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。あのハゲか。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者王には、うん、まず組織的な捜査網がいる。冷静だ。つまり国家権力の仕事なんだよ。また権力に踊らされんのか。俺たちは権力の前じゃ何もできねえ。弁護士の仕事は有罪とは言い切れないと証明する。そうだな。真実を突き詰める必要はないってわけか。そうだな。なら次はどう動く。よかった、逆転サーブはしとってよかった。流れがちょっとわかる。もう少し被害者側の情報が欲しい。うん、久米が拉致された時、うん、一人で逃げた兄貴分がいたろう。ね、そうだね。奨励会組員村瀬明。あいつの話が聞きたいな。明兄さん、話ってどんな。明兄さん、久米が目の前で拉致された後、うん、村瀬がどう思いたかです。なるほど。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのか。確かにあの逃げ方はねえよな。確かにこの夜村瀬が来たかったままじゃヤクザらしくないか。さらわれた久米を助けに来るとかすんのが自然だが、あ、もう俺読むの下手だわ。いやー、才能ない。実況者の才能がない。相当先だった。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。なぁ、その集め方は文字さえまともに読めねえ。緊張して口が揺れちまうんだ。簡単に言うとな、ちっちゃい心臓恨む。放送真っ只中の組ってのは、うん、そうだった。なんだ、分かった、行こう、海藤さん。お、話がまとまったね。新谷と打ち合わせをしましたというところでね。で、こっからそのなんか村瀬を探すと。奨励会が神室町のどこにいるかだな。うん、それは松金組に聞くのが早いな。お、そうか、分かってるよ。ほほほほほ、来た、ついに松金組のおっさんと顔合わせできる。気になってたんだよな、松金組のおっさんが。まあ大体この竜が如くっていうゲームは本当に顔を見れば分かる、敵か味方か大抵分かる。めちゃめちゃイケメンは敵、バッチバチのおっさん敵、なんか細長いやつ敵、普通のやつ味方、こんな感じです。あのおっさんでも目がまるっとしてるやつは優しい。ああ、いい、味方の可能性高い。だから顔見れば一緒だから、敵や味方や。お、リンガーハットで飯食ってこうぜ。リンガーハット、飯を、飯を、飯いらっしゃいませ。リンガーハットで飯食いたくなっちゃうよ。うまい、これがまたうまいんですよ、長崎ちゃんぽんが気に入った。なんと木村拓哉が店員入店しました。おい、サイン書いてやろうか。おい、あちら暇なら、なんか事件で勃起ねえかな。事件だぞー。おい、事件だぞー、外人が現れたぞここに。おいおい、ほら事件だぞ、ほら見ろよ、この俺止めてみろよお前ら。おい、こんな大事件あるか。おい、新宿で事件あるからってつぶやいたらよ、外人が飛び出してくんだぞ。これが新宿という街だ、思い知ったか。帰れガキが、就活ならよそでやりな。新宿は優しくねえぞ。それが新宿じゃあ。すげえ、待って、キック力感じさせてる。キック力120ある、こいつマジで。あー、壊しちゃった。待て、これさ、待って、コンボ性を覚えてるはず。これ、これがマジで。これなくして竜がことが語れん。来いよ、おい、刺して来いよ、おい、いいのか、おい、いいのか、おい、来いよ、おい、俺喧嘩つえ、やべえ、俺喧嘩つえ、喧嘩つえ、強くなりて、最高じゃん。目についたうぜえやつは全員これ何取ってんだってめえ、これ、おい、何取ってんだよ、てめえのスマホ取ったらよ、俺様の勇姿が取れねえだろうがよ。おい、一緒に取ろうぜ、おい、ほら、取ってくれるんだよ。取ってよ、後ろから取っちゃおう。えい、ういういうい、気分はどうだい、ういうい、ういうい、おじいさん、うい。何がおもろいや、死ねやよ、おもんな、やめよう、こんな実況者。
もっとかっこいいこと言いたい。もっとクールにおしゃれに実況しよう。もっと低い声でいこう。昔僕龍が如くってね、歳三っていう実況者いたんですよ。僕好きだったんですよ、歳三って。歳三っぽい感じやろ。はい、やるでー。はい、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 さよなら。はい、オッケー、はい、オッケー、はい。ちょっと腹立つな、こいつ。死ね、死ね、ほら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 、早く止まれ。ほら、お前なんで逃げへんねん、これ。お前なんで逃げへんねん。絶対逃げるやろ。お前さっきと同じ顔してんな。殺してますよ、アリカコー。完璧。ったく、時間食っちゃったよ。時間食っちゃったよ。だから取るな、つっとるんじゃい。悪い。あ、なんか有効マークが出てる。寄ってっか。なんだこれ。なんで有効だ。あ、飯食ったらってこと。違うか、人いんのか、その辺に人いる。人いなくない。ボウボウ、人いる、いなくない。入ったら分かんのかな。入ってみよう。邪魔するぜ。肉が食いたくて、食いたくて仕方ねえんだ。あれ出ちゃった。このマーク気になる。一回気になったらもうさ、周りがもういいじゃんって言ってもやっちゃう。それが俺なんです、僕という人間が。あー、もうすごい大暴れ。いや、何言ってるの兄さん。あ、いえ、すいません、違うのホストのとこからちょっと邪魔しちゃったな。なんだこれ。え、謎だ、謎だった。仕事終わりのホストがいるだけだった。あ、もしかしてこいつと絆を深めていくんじゃね。そんな気がする。なんか食ってやろう。とにかく飯を食うわけよ。腹が減っちゃ戦はできんわけだ。多少うまかったです。多分会話が生まれるはず。ありがとうございました。いや、なんかないんかい、おい。最近この辺も物騒ですねとかないんか、お前。おい、いらっしゃいませ。ないやそれ、おい、仲良くしようぜ、おい。ありがとうございました。ふざけんなよ。飯おごってやった女がそのまま普通に帰るみたいな、そんな感じ。そのぐらいイライラしてます、簡単に例えると。よーし、行くぞ、ストーリー進めます。えっと、こう、僕はもう言わない。あえて裏をかく。皆さんの思ってることの立場のやつ、毎日定時出して帰ってるやついて。そうか、いいな、定時ダッシュって大事だよ。でも定時ダッシュできるかどうか、それがこのなんていうの、この長い長い人生をうまくいけるかどうかってところにかかってくると思うんですよね、僕は。いつまでやろうかな。あと30分くらい。さあ、こちらです。お、お久しぶり。登場会計松金組。手前のやつのジャージ出せ。規模としてはさほどでもない。うーん、業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。なんだ、しょうもねえ組かよ。だが組長の松金貢は、うん、俺にとっても怪盗さんにとっても親父だ。これは絶対いいやつ。八神さんを落としました。これは絶対いい。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。これは絶対いいやつ。なんだよ、すぐ分かった。顔出してくれねえんだもんな。いいじじ、ハリウッドザコショウみたいなじじ来た。ザコシみたいなじじ来た。ハンマーカンマー。あのな、おやすさんだけだからな、うん、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。他の人はもうこれですよ。まあそうかもな。おやすさん、タバコ吸っていい？カイトはどうだ、元気でやってるか。いや、こういう和室一個あたりな。あ、カイトにも優しいんだ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。それ何なんだろうな。あれがかれこれ1年前か。あれがアマゾンプライムでチンコ出しちゃったのかな。あいつも俺には息子同然だった。おお。もう済んだ話だろ。イジジだ。ああ、ザコシだ。お前んとこで元気でやってんならそれもいい。おお、良識者だな。俺もカイトさんの子は兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ、うん、俺も今とは別の人生だ。なるほど。相変わらずいいな、お前は。何が失礼します。何がだ、わからんぞ。おい、待って、酒井宏樹みたいなチンピラがいる。それで酒井宏樹をお茶出してる。歓迎されてねえ事務所まで来たのは相当いいやつだろ、こいつ。かなりの羽村の頭の件で。そうそうそう、あれか。そう、あれだよ。源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。うん、タボも手貸してくれんのか。そうだぜ。神室町に協力会の拠点があるだろう。うん、場所が知りたい。おお、なるほど。そこの組員に聞きたいことがある。分かってんの。けどお前、連中
今相当ビリついてんだろ。そこはカイトが何とかするわけよ。ちょっと話聞くだけだよ。ま、待って、タバコ吸うのやめすぎて、待って、やばい、おい、やばい、もう生放送らしいが。カリグルうまそうあるな。やばいよ、唾液がジュルリジュルリ、ダメだ。で、そのカジヒラ系列で KG アートってのが想像通りにある。こういうの見るとついたくなっちゃう。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。おぉ、強霊界の連中はそこに詰めてんだよ。これダンジョン系になるやつだね、多分。占領通りの KG アート、一番最初に山になりそう。それで終わるか。忙しいみてえだな。あ、そうさ、今度そっちの事務所に遊びに行っていいか、お忍びで。かわいいジジイだ。ああ、もちろん。いいジジイだな、かわいい。しかも最初のスマホポツポツも超かわいい。絶対あれじゃん、ツイッター見てやってんじゃん、言った。お、電話来た。またてめえか、離れろ、いい加減てめえ。カメラどこにあるのか教えてやれ、誰か。なあ、 KJ アートって会社。ちけえ、そうか、ちけえ。例の村瀬ってのも、くさいな、こいつ。くせえ。いや、それは現場となると、張り込み、ああ、ドローン了解だ。くせえな、あいつ。 OK、 行きましょう。まずは下かな。もう言われた通り行こうぜ。これ、まだ溜まってないかな。なんだ、いい女だ。あー、ごめん、ごめん、マジでごめん、そんな顔しないで。あー、ごめん、ごめん、マジで。おい、てめえ、よかれてんじゃねえ、俺の女の横。そうだ、かわいい。好きです、好きです、好きです、結婚してください。好きです、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 好きです。行こう。チンピラに絡まれたから行こう。遠回りして行こう。チンピラ怖い。通れない、通れない、マジか。戻るしかねえ、普通に行こう。こういう感じの街マジであんのね。ここの再現度ほんマジじゃない、この再現度。ここ再現度ガチだろ、本当にまんま。これ裏新宿、懐かしい。はいはいはい、どけどけー、どけおら、どけおら、量産型どもが。てめえらが死のうが生きようが関係、おお、すげえ、ライブまた始めようとしてる。そうさ、僕らは世界。おお、危ねえ。あ、なんだ、一人強そう、骨のある敵と見た。ゴミじゃねえか、おい、ふざけんな。強そうに見えて弱いってなんやねん。起き上がれよ。弱い、弱い、ザコが一人だっただけだった。少なかったら強いっていう俺の固定概念が悪いね、今のは。あいつが悪いんじゃない、あいつが弱いことは悪くはない。俺の固定概念が悪い、あいつが強いと勝手に決めつけた、そんな俺が悪いんだ。あそこだな、よし、これがなんか最初のいい山場になりそうなんで、やっていきたいと思います。こうやってバックでつく男。あ、いや、もうこれ邪魔だわ、マジで。バックでつく男、急にサラリーマンを後方からバックでつく男、そのまま 3P へと発展させる男、そして 4P へと発展させる男。すいませんでした。え、おしゃれビルじゃん、もっとさ古くせえビルにいるよな、なんかそのヤクザっつったら。おしゃれビルいるヤクザ嫌いだわ、お宅泊まりやがって。電話出る。だからだんだん近寄ってきてない、モリカ。もしかしてモリカなのか、お前は。ドキドキ分ゲームなのか。カイトさんは今どこ。もういいじゃん、お前が犯人消せよ。データ KJ アートに向かって右見ろ。 KJ アートに向かって右、なんだ、あ、ドローンかな、あ、いた。なんだ、待って、お前顔どこにあんの。分かった、俺も今そっちに行く。最初から言えよ、そう。どこどこ見るの、何階にいるよって言えよ。なんで一回 KJ アートの前来させたんだ、あいつ。聖域怖、サイコパス。どけ、マスク陰キャが。死ねえ。あ、エレベーターない。上がろうじゃ、自力で。よっしゃ、階段 RTA 最高速度、来た。
はい、よ。ここから KJ アートがバッチリ見える。お、女が屋上で倒してる。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。こんな見ちゃダメでしょ。じゃあやっぱり朝礼会のアジトか。村瀬はいたか。見当たらなかった、うん、さっき鳩飛ばしては見たんだ。いいな、ドローンのことの鳩って呼ぼう。しっかり見た鳩。ああ一応な、うん、もう一度飛ばそう。今度俺下の階の男女がすげえ気になる。めちゃめちゃ男が女の肩揉んでた。スケベ。あ、ほんとだ。ポーズメイドドローンアプリからドローン飛ばせるようになりました。え、すげえ。ドローンをカスタマイズすることができます。ドローン飛ばす。あ、フライト。どうぞ、じゃあフライトを選ぶんだったな。ドローン、フライト。どこだ？ビルの窓。村瀬。まあ、全然分かってないけど。あれ、どうやって前行くの。あれあれ、進まない。あ、進んでるわ。おいー、いいね、楽しい。うえーい、ビビれよ。俺がキチガイみたい。まるでまるで僕がキチガイみたいじゃない。やります。うわ、やばいやばい、危ない危ない、あーやばい、あーちょっと待って。これでこうやってあれ、これで上下動かすんじゃね。あれ、高さはこうか。ちょっとむずいむずい。まだこれむずいわ。どこだ。こうか。黙らないとできない。こうか。無事無事。よし、これで上がってこう。上がれよバカで、上がれっつって。なんで一回カメラ変わんだよ。こっち向いとけじゃ。どうだ。あ、いた。うん、違うな。じゃあもう一個上。あーちゃ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 ー。もうバカ野郎。上がれ。よし、お、来た。これ横向いて横。なにこの神ゲー、超おもろい。めっちゃおもろい。一生できるこれ。早く見つかれよ。お、早く見つかってくれ。俺これ苦手だから。ちょっと、ちょ待って。むずいむずい。このまま横に平行じゃできれるか。できるじゃねえか俺のバカ。どこだ。ああもう、ああもう、ああおもろい、楽しい、一番楽しいこのゲーム。どこ、マジどこ。早く早く見つかれ。もう一個上ある。ちょ、これだよな。でここまで行ってこうしてこうで、あー違う、さらに上。ここか、いいのか。え、マジどこ、どこだ。なんでこの操作難しいやつの標的難しくなんて。あちゃらら、壊れそう、マジで。もうおかしくなる。なんだこれ、適当でいいだろこんなもん。その辺突っ立っとけや。なあもう、暗いビルに突撃じゃ。行けドーン。一回冷静だった今ので。この階段か、このどっかだ。どうか。え、あいつもしかして、まさかまさかあいつ、え、さっきの漫画ですか。え、違うよな。あ、わかった、こっから見れるんだ、絶対そうだろ。これは、お、あ、なんだそれ。しょうもねえ、しょうもねえ、なんだそれ、なんだそれ。あいつだ、あいつの可能性がある。まだもしかしたら、え、こいよ。
めて平行移動。怪しい。なんだあいつ。違うんかい。マジでいねえじゃねえか村瀬。もう村瀬いないでよ、暗い結論。村瀬いねえよ。あ、待って、これむ、あ、全部探した後に村瀬いねえじゃんで終わり。ちょ待って、これそういうことか。え、いなくねえか村瀬。マジで怪しい。いねえよ村瀬。どこでマックスもない。この中乗り込めばいいのか。どこだ。え、うわあ、うわあ、あーあーだ。え、あ、違う。マジでめっちゃ意味わからん。マジでいねえあいつ。村瀬どこ。ワザップ見ていいかも。ちょ待って待って、マジどこ。マジ村瀬探すげ。このゲーム一番難易度高いとこ来た。このゲーム一の山場。まさか横のビルとか言わんだろうな。いや、そんなわけはない、そんなわけはない。え、マジなくね。マジでなくね。中止、だ中止するにしてもさ、中止する対象いなかったらどうしようもなくね。あ、あ、あ、うんじゃねえ。あはは、もう早くしてくれ。殺しそうだ、誰か誰か殺しそう。マジでイライラしすぎて。あ、待て、あそこに何かある。なんか落ちてる、あそこに。あれどうだ、あそこから何か感じることはないかな。あ、うぜえ、マジで。ああ、これこういうちまちましたプレイが一番嫌いだって。一番嫌いだ、マジで。ああ、殺すぞ。ああ、あれ見ろ、あれ、あそこ何かある、何か感じろよ。ちょっと待って、もうマジで、きつい。まだあそこの間じゃない、もうそれ以外考えられんぞ、マジで。それ以外の選択肢がね、俺が角度しっかりちゃんと整えて、こっからこうやって見れば村瀬が見えるんじゃないの。どこだ。違うか、それ以外考えられねえ。これギリギリの角度で攻めたら村瀬がギリ見えるみたいな。違う。あ、待って、違う。村瀬どこだ、村瀬。てか村瀬どうせいるんだから突っ込もうぜ。もうドローンでちまちま確認してるには、いい男はだらしねえな。いるかどうか確認してると、なんか突れるよ、かお前ら達成な。行けよ、もう突ろうぜ。どうせいるから、こんなストーリー上。お前らこれゲームだぞ、真面目に調査とかすんなよ達成。マップ的にもっと遠いところ説ある。客側ってことか。探してみるか、そういう新しい観点。いいな。あ、お前ら、ぽい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 。あ、あ、わかんねえや。カメラ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 、いいのか。いいねいいねいいね。屋上とか裏側いいね。あー、何これ、もう何なんこれ。上、これ以上上いけねえし、どういうこと。何、村瀬死んでんじゃない、もう。待て、もっと冷静になれ。このビールってことは間違いない。あそこって勝ってんな。だからなんだ、調べてみるか。チャキン、あそこのライトがチカチカしてるな。なんもねえ、恐ろしいほどなんもねえ。ちょ待って待って待って、これ絶対生放送で上げるってカットしよう。
うわー、よし、もう声出せると曲がれねえ。苦しそう。もういいよこれ、もうこのゲームやめよう、もうやめたい、急に急にクソゲーだった俺の中で。終わった。あ、このゴミ箱、まずこの中に紫がセットあるぞ。どうだどうだ、わかんねえじゃん、どうすんの、誰か教えて。4階の窓、マジで来た来た、優秀なコメント来た。これの窓、あっ、なるほど、そういうことか、こっち側が、これでこっち向いて、こっち向いて、でこっち移動して、でこれを下に行けばそこに村、あー、いたーいたー、村瀬いたぞ、みんな、村瀬いた、村瀬いたいたぞ村瀬出てきたら村瀬、アキラ、この野郎が